株式会社クリスタル観光バスは、かつて人材派遣、業務受けいの最大手だったクリスタルの参加で、バス事業を行っていた、子会社群。合計4社の同盟企業が、東京都北区、愛知県名古屋市、大阪府東大阪市、和歌山市に存在していたが、東京、愛知、大阪の3社は、その後大阪バスグループに移り、社名を変更しており、 グループから離脱した和歌山の一社のみが2019年現在この社名で事業を継続している。本校では上記四社について記述しているが、そのうち和歌山の一社についてはさらに別説を設けて記述している。また他の三社については東京バスグループを合わせて参照。かつて人材派遣、業務請負の最大手だったクリスタルの子会社群。 2001年10月から近畿日本鉄道、阪神電気鉄道、名古屋鉄道、南海電気鉄道など私鉄系の観光バス会社を次々と買収し、それぞれの社名を株式会社クリスタル観光バスとした。その後、グッドウィルグループのクリスタル買収に伴う労働者、派遣事業以外の事業見直しにより、各地のクリスタル観光バスは、 整備専用会社と共に大阪バスへ譲渡され、社名をそれぞれ東京バス、名古屋バス、近畿観光バスに変更したが、和歌山のみグループから離脱し、クリスタル観光バスの社名で事業を継続している。バスの図色について、クリスタルによる買収後しばらくは、各社従来の図色を使っていたが、旧東京近鉄観光バスの図色を基本としたデザインに順次変更した。 大阪バスの買収後は、社名変更したこともあり、クリスタルデカールの抹消を順次行い、さらには、車両置き換えなどで、大阪バス塗装への統一を進めた。クリスタル観光バスの車両クリスタル観光バスは、貸切観光バス事業を行っている会社。国産2社が製造した車両が使用される。先日の、和歌山特急ニュースター号には、 大阪バスから移籍したエアロエースを供している。ありがとうございます。